大学受験どっちがどっち。まあネタに困って、あの僕は今唯一食べるあの菓子パンです、はい、あ、そうですか、はい、これだから元神戸屋シリーズですね、はいはい、こっちがあのマイケーキ、はい、こっちがシャルロットはい、はい、っていう名前なんですけど、まあ、今はね旧神戸屋なんで今 YK ベーカリーカンパニー、あの、はい、パンの巨人の山崎に買収されて、はいはい、あ、それでも一応、はい、作り続けてくれてるんですね。あ、そうですね。なんと昭和39年からですからね。あ、もう僕よりもずっと年上ですすごいことよ。そうですね。これめちゃめちゃ美味しいです。あ、そうなんですね。そうだからもう腹筋割れるのをもう一応犠牲にしてでも食べてるからそう食べたことないです、これまだ。ぜひどうぞ。千田先生、今日のどっちは。オーブン車数学標準問題成功の真実どっちがどっち。まあ、これタイトルね、はい、あの困った時のなんとかの真実ということで、まあ納得してくれましたいや、そうですね、ちょっといろいろ考えたけど、まあ、真実 で、 そうです、ね、あのいいんじゃないかと。真実推しで、はい、そうです、そう、このオーブン社の標準問題成功シリーズ、はいはい、でこれ本当にもう歴史があって、うんうん、まあ、一番有名なのは多分英語の英表ですね、はい、そうですね、原先作原先ですね、はい、これ1933年。そうですね、戦前ですか。そうですね、すごい。僕もそのむちゃむちゃ古いの持ってますよそう。で、あの僕らの頃はあの物理とか科学、はいはい、これも有名でした、うん、当時はあの物理は前田先生かな、はいはい、前田の物理の前田先生、うん、で科学は三國先生。あ、そうですね、はい、これも本当にあの予備校とかね、塾とかの重鎮みたいな感じでした、うんうん、そうですね。で、数学もですね、うん、結構その時はあの端先生、うん、これもいろんな予備校で教えられた先生で、うん、はい、今持ってきましたけど、これですね、すごいですね。版が小さい頃ですね、うん、英表もちっちゃかったけど、はい、でもちっちゃくて、これ数学も、はい、これはね、あれですね、数一とか大数幾か基礎解析の頃ですね、うん、これ表紙ありませんけど。そうですね、すごいですね。これはもう本当に古い感じバンバンです。問題がすごい古いというか今見ない問題ばっかりです。そうですよね、うん、でも一応まあこれネットですごく高値ですよ、うん、多分、うん、これ多分苦しくなったら売るから僕で、あのまあ今も続いているまあすごいあのオーブン社の看板商品になると思うんですけれども、はい、まあ以前ですね、うんうん、東京出版の1対1対応の演習、はい、まあ、これはベストセラー、大ベストセラーですけど、はい、まあ、これを取り上げた際に、まあ、コメントで、その代わりにならないんですかとか、うん、単独でもですね、数学の標準問題成功ってどうですかっていうのをよくいただきましたので、うん、まあ、今回これをまとめて取り上げようという話なんですね。そうですね、はいはい、ということで今回は標準問題成功を、まあ、あのかなりその、まあ、読み込んだというか問題をたくさん見て、うん、あのちょっと比較すると、うん、どういう感じであったのか、まあ、ちょっと話そうということなんですけど。そうですね、はい、まあ、昔はねすごく難しすぎるってイメージがあって、うん、で昔はですね標準問題って言っても全然標準じゃない標準問題成功と言われていたんですけども、うんうん、今は入門基礎と、全ての教科がこれ全部ラインナップ揃ったんですね。そうですね。数学に至ってはもう上級問題成功まで出てきていて、うん、ラインナップがこう揃ったので、うん、標準問題成功実は簡単になってるんじゃないですか、うん、使いやすくなってるんじゃないですか、うん、という意味も込めてですね、うん、今回ちょっと昔の版と、かなり真剣に見比べてですね、うん、調べてみました。そうですね、はい、でまあ、最後にはですね、あの単元別のやつも、揃えましたので、うん、それについての公表もあるということになってます。はい、はい、で今回主に見比べたのが、あの、まあ、昔のやつはこの2005年ぐらいのやつですかね、うん、のものと、うん、でこれが、まあ、その次ぐらいですかね、うん、だからこの時にちょうど入門と基礎がバッと揃ったんですよ、うん、そうですね、はいはい、でこれは今回、進化点になって、うん、ちょっとあの青が濃くなりましたね。そうですね、ほんの心持ち濃くなって出てきたと、うん、いうことになってます、うん、色褪せてるわけじゃないと。そういうことですね、はい、であのこれをあのちょっと見比べたのでちょっと話していこうということなんですけど、あのこれ結構一問ずつ見比べたんですけど、あの実際はほとんど変わりませんでした問題、うん、意外でしたね。そうなんですね、うん、あの結構一問ずつ見比べて、まあ、確かに変わってる問題もあるんですけど、あの大きく変わったわけではない、うん、まあ、変わってないと言っていいでやろうというような変わり方だったという感じなんですね、うんうん、なんかすごくそれによって何かが変わるっていうわけではない感じでした。そうでしたね、うん、でですね、あのちょっとあの違うのが、あのこの最新のこの 1A と 2B ですね、こっちには最後に相互問題が入るようになりました。あ、なるほどね、うん、だからこっちはだから新しく問題が追加されてると、うん、相互問題とかで、うん、だからこれあれですよね、うん、あのよくあの、網羅計算工場でも最後に相互問題みたいな難しい問題演習を載せたのに、うん、まあ乗っかったというか、うんうんうん、その流れに乗った感じですね。そうですね、うん、でまあそうなんですけど、あのこれ問題を見ますと結構あれこんな問題載せるっていうような
ほとんど他の問題集では見ないような問題も捨てて、うん、結構変わってる問題も捨てるなという感じだったんですね。なるほどね。まあ 3C は逆でしたね。こっちは総合問題じゃなくて、うん、で昔の方に融合問題みたいなのを言ってるとなぜか逆でした。変わってますよちょっと変わってますね。まあ、でもその代わりこれはこれで新しいのが入ってましたね。あ、そうですね。新しく C に入ったからということでね、はい、あ、そうですね、うん、そうですね。ベクトルとかは数学 C の方に入ったので、うん、こっちにも入ってるし、こっちにも入ってるという状況ですね。そうですね。違う問題が入ってるんだね。そうだね。あ、そうなんですね。これはこっちの数 2B のベクトルは昔からの問題という感じなんですけど、うん、こっちの方が新しく追加したので新しい問題になっております。だこれ合わせて買うともうベクトルめちゃめちゃ手厚く勉強できます、ね、そうですね、はい、でまあ古いやつと新しいやつで、まあ、ほとんど違いはなかったので、まあ、ちょっとじゃあそもそも標準問題成功はどういうものなのかということをこう話していきたいと思うんですけど、最初に1対1の代わりになるかどうかという話やったんですけど、うん、確かにマストな例題載ってるんですね、うん、基礎的な標準的なこれはマスターしておいてほしいというような例題載ってると、うん、載ってはいるんですけど、ちょこちょこっとちょっと変な問題っていうんですかね、変な問題じゃダメですけどなんか難しい問題っていうんですかね、うん、変わった問題が入っていると。そうですね、はい、でちょっとそれについて話していきたいなと思うんですね、うん。まあ、どういう問題がちょっと変わってるなと言いますと、ちょっと理論寄りっていうんですか、原理寄りなんですね、うん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 、だから基礎事項の証明とかが普通の問題の合間にポコンと出てきたりします、うんうん、そうなんですよね、うん、でこれでどんなのが載ってるかと言いますと、例えば三次方程式の判別式とか載ってるんですね、うんうん、でこれをまあ普通に例題でこれだけのページ割いてやるってなると、ちょっと多分最初やった人はこれ必要なのかなというふうに思ってしまったりする、うん、普通これ参考書のなんか研究のページとかにありますよねそうなんですよねで他にはこれ微分積分のとこなんですけど、微分できるがその同関数が連続ではないで、そういうのが載ってたりするんですね、うん、これって大学とかで結構使われる例やったりするんですよね、うん、これは東京出版の前にご紹介した、うんうん、微分積分の基礎の極意にも載ってました、うん、そうですねそうそうそう、あれはまあそういうなんていうのか、うん、性質をガーッとまとめたものだったんで、うん、載ってましたけど、それも研究題っぽく載ってましたね、うんうん、それが例題に載ってる、うん、そうなんですよね、うん、まあ、確かにもしそのね講義とかで口で説明するんであれば、微分可能かどうかっていう風な定義はなんか同関数が連続なんじゃないかという風な勘違いをしてしまうと、そういうものではない例があるということで、うん、教えることあるんですけど、まあそういう風なそのフォローなしに普通に例題に載ってるという、うん、ところはまあもしかしたらちょっとやりにくいかなというところあるんですね、うん、はい。でやっぱりそういう原理的な問題を教えるために結構オリジナルの問題まで入ってるというところがあるんですね。そうですね。だから入試に出てないからオリジナルで作っちゃってると、うん、だからある意味良心的なんだけど、うん、まあ、その分、まあ、若干、まあ、よく出るよねこれっていう感じではないんですよね。そうですね。ちょっと実践的ではない部分があるというところなんですね、うんうん、なるほど。で他にはですね、ちょっと突然難しくなったりもするんですね、うん、例えば整数問題とかでも、あ、こんなガウス記号のここまで難しい問題突然出すかというようなものが入ってたりとか、結構突然難しくなるっていうような部分もあったりとかして、え、これって範囲なのかなっていう例題もあるんですよね。例えば数 2B なのになんか数3みたいな極限とか、数3で使うような公式の証明とか、まあ、ちょっと最初その数 2B やってる人にとっては、え、こんなんいるのかなっていうふうに感じがちょっとしまうんですよね。まあ、それとか関数方程式も普通に例題に載っていると、うんうん、まあ、確かに出なくもないけど、今時こんなバリバリの関数方程式出るかなっていうような、そういう問題も出たりするというところあるんですね、うん、ちょっと今時出ないような、まあ、もしかすると問題が古いのかなっていう感じなんですけど、まあ、例えばそのままの問題ではないんですけど、まあ、例えば誕生日、クラスの人と誕生日が被る確率、そういうふうな確率を教えている、例題に載っていると、まあ、これ噛み砕いているので同じ問題じゃないですけどね、うんうん、なんかやっぱり数学の読み物とかね、うん、NHK のテレビ講座で出てきそうな話ですよね。あ、そうですね、高校数学講座みたいな、うんうん、なんか朝見てたらなんかやってましたこれでもあんまり受験では出ないというか、うん、あんまりそのよくある網羅には載っている感じではないですよね、うん、まあ、それとかちょっと論点が和と積の法則なのに、難しいところがそのなんか複雑な処理のところやったりとかして、うん、ちょっと難しくて論点ずれたりする、うん、そういう問題も結構あったりしますね、うん、その論点を勉強しているのか、うん、何を勉強しているのか、うん、まあ、重点というかね、うん、そのフォーカスが分かんない、フォーカスされているところはどうか分かんないという感じですよね、うんうんうん、そうなんですね、うん、で最初の方に喋ったんですけど、ベクトルが、うん、数 3C と数 2B の方も、うん、両方に入っているという感じなんですけど、でベクトルの問題についてはなんか声がおかしいですね。おかしいですよはい、あ、はい、はい、はい、お、まあ、ちょっとおかしい
で、あのこのベクトルの問題についてはあのちょっとまあ原理的な方に寄っていると、部分があるんですね、うん、やっぱりその入試問題とかのよくあるようなまあ問題っていう感じではさほどないというところなんですね、うん、まあ、それか結構根源的な問題かっていうような感じで、うんうん、でただまあ三振の新しい問題に載ってるんですね、うん、で一応入試問題の方も載ってたんですけど、うん、そしたらその入試問題はというと東大のめちゃくちゃ難しい問題ってするという感じですね、うんうん、はい、ちょっとアンバランスになってるという感じですね。と、はい、いうふうに結構あのないの起伏っていうんですかね、うんうん、とか出る出ないの差が激しい問題があの一様に並んでるというような問題してるんです、うんうんうん、そうですね、原理的なもの、うん、よく出る標準問題の塊、うんうん、まあ、標準問題でもちょっと難しいかもしれないけど、うん、とあとすごく難しいとか変わった問題、うんうんうん、まあ、これがごちゃ混ぜになっているそうです、ね、っていうのがまあこの問題集だという感じなんですね。そうですね。でこれがまあ 1A2B3C と、うん、筆者全部バラバラなんですけれども、うん、でも全般的にその傾向が続いてるとそうなんですよね。だからこれはすごい話ですよね、うん、そのちゃんと編集者がもうちゃんと息を合わせてやったってことかもしれない、ね、そうかもしれないですね、はい、うん、でまあ、そういう意味で、まあ、ある意味一線を画している問題集でありまして、やっぱり読み面もあるんですね、うんうん、これなかなか他の問題集で教えてないなみたいな、うん、例えばそのフィルマの法則とかですね、うん、フィルマの法則とかはまあそれあの屈折の法則とかの証明になるんですけど、うん、物理の、うん、あの一応そういう問題あるんですよね、数学で、うん、あるけどなかなかその普通に例題に載ってるっていうのはなかなかないので、うん、これで勉強できるっていうことはまあやっぱりいい問題載せてるなという部分もあると、うん、それとかあのカルノー図ですね、うん、まあ、大体はあのベン図しか習わなかったりとか、うん、ベン図が大きくなってたりするんですけど、うん、まあ、ベン図とカルノー図がほぼ同格に扱われているということで、うん、まあ、カルノー図は実は結構あの使いやすかったりとか、うん、これじゃないと考えにくいなっていう問題もあったりするんですよね、うん、まあ、小4の算数だったら主役ですねそうですね、算数ではまずカルノー図、うん、カルノー図ですね、はい、結構使いやすいです、使いやすい、はい、ということで、まあ、それが載ってるのはやっぱりあのいいとこだなというふうに思いますね、うんうん、あとそのまあ原理的な問題が乗りすぎていると言ったんですけど、やっぱりそれでもいい問題がやっぱりありまして、無限等比級数のまあ分配法則みたいなやつですね、うん、分配法則みたいになり立つのはやっぱりその収束するときがあると、うん、それがあの分かっているかどうかっていう問題に載せてたりとかしてて、うん、あの結構それ重要なので、普通に間違えたりすることあるんで、それ間違ってあのそれが分かってないと、うん、間違えることがあるんで、あの結構今載せてるなというふうに思うんですよ、うん、まあ、だ東京出版だったらこれだから1対1対には載ってないかもしれないけれども、うん、他のやつにその原理の説明のところに載ってたりする、うんうん、そういうのがこう問題の中に入ってるんですよ、うんうん、まあ、それがまあちょっと変わってるというかね、うんうん、難しいかもしれないと、そうですよね、そういう感じなんですよね、はい、だからまあ言ったら、うん、そういう若干ごちゃ混ぜ系の、うんうん、1対1対の演習は難度のバランスが取れていて、うん、まあ、これをやれば入試によく出る問題のパターンが網羅できますね、うん、網羅というかかなりカバーできますね、うん、っていう感じなんだけど、こちらは原理的なものとか全部混ざってる、そうなんですよね、でまあそれを一挙にやるので、まあ、それができればまあすごい力がつくな、うん、と思うかもしれないけど、まあ、読習するのは若干きついかもしれない、そうなんですよね、そうですよね、うん、だからまあ指導者とかにこの問題は原理ですよ、うん、この問題はよく出るよ、パターンだよと、うん、この問題は研究題なんだよ、うん、みたいな感じで言ってもらえれば、うん、まあ、とてもやりやすいという感じがしますよね、うん、そうなんですよね、そう、だからこれを1対1みたいに使うのはおそらくは自分でやるのは難しい、うん、まあ、あるんですけど、まだすごい実力があると、うん、実力者ならできるそうです、ね、まあ、昔の人はもうこれぐらいしかなかったからそうです、ね、僕らの頃1対1ではなかったから、うん、そうだからこういうのでやるしかなかった、うん、わけなんですけど、まあ、今はそういうね、うん、難度のバランスが取ってあって、うん、こう最初の敷居がそんなに高くない、うん、問題集があるので、うん、なかなかその代替案とは言いづらい部分はあるかもしれませんね、うん、そうですね、ただまあ載っていることはすごくいいことが載ってたりすることもあったりとかして、やっぱりあのかなりあの正確にいうことが書かれているという部分がありますので、やっぱりその指導者があのこれしか載ってないからなということで、ここから引っ張り出してきて教えてあげるというふうな使い方とかするとめちゃくちゃ効果的ではないかと、そうですね、うん、だからまああとはあれですよね、応文社さんがこれは原理的な問題ですよ、これはよく出る問題ですよ、うん、これはあの発展ですよとか研究ですよっていう印つけてくれたらいいですよね、うん、そうですね、それがあればなんとかなりますね、すごい便利ですよね、そしたらね、うん、内容はねとてもいいのでね、そうですね、かなり良いですね、はい、で、標準問題成功には今あの分野別のものが出てまして、うんうんうん、まあ、それを今回一応持ってきました、うん、で最初にお断りしておきたいんですけども、一冊だけですね、うん、買っててお家にあるんですけれども持ってくるの忘れちゃいましたむちゃむちゃ腹立つせっかくまたやったかって感じ重かったのにあのこの今5冊あるんですけど、うん、数学本当は6冊あるんです、ね、
あの奇跡領域、うん、あの整数、うん、倍の数確率、うん、でベクトル、うん、で微分方程式複素整数というふうになっておりまして、あとまあ持ってきてないのは二次曲線と複素数平面っていうやつでした、うん、はい、でこれはですね、あのどういう感じかと言いますと、あの倍の数と倍の数確率と整数と奇跡領域、これはねかなり使いやすいですね、うんうん、こっちは結構あの入試問題が、うん、あの実践的な入試問題が、うん、あの揃ってて、うん、あの丁寧な解説が書いてある、うん、やっぱりその解説が光ってると思います、あの、うん、よく分かっている方が書かれてるので、いや、そうです解説はすごくいいと思います、これ。そう、まあ、だからまあ苦手なね、うん、受験生が苦手なところは単元別みたいな、うん、まあ、奇跡とかね、奇跡領域嫌いな人多いし、うんうん、倍の数確率も嫌いな人多いし、整数もね、うん、苦手な人多い、うん、ので、まあ、これはすごく強化できる、とてもいい感じなんですよね、うん、そうですね、これ普通に使いやすいと思います、はい、あのベクトルですね、これはですね、まあ、ちょっとこっちも若干理論寄りなところがあると、うん、いうことと、まあ、ちょっと外積とか、まあ、ちょっと多くて線形代数寄りかなっていう部分があるかもしれない、うんうん、ちょっと癖あるかなというところですね。でもなんかそういいことになってる気がしてね、嬉しいかもしれないけどね、うん、そうですね、そう、これ楽だな、うん、そう、まあ、でも空間の解析的な勉強したいなっていう人にとっては、うん、あの使えると思いますね、うん、はい、で、あのこれですね、これ、はい、この微分方程式複素整数、うん、もうこれはあの大きく逸脱してます、うん、そうですね、これ範囲外じゃないなって感じですね。これはすごいですよ、これ、そうね、だからこれはあの帯がね、ついてて、はい、帯に入試問題の背景が分かる数3の副読本って書いてある、ね、こう帯に書いてある、こっちじゃなくて帯の方ですか、副読本扱いですからね、表紙に書いてくれないのかっていう感じで、そうそうそう、これはあの好きな人が読めばいいよねって感じで、うん、そうですね、そう、これはあの中身見たら驚くほど逸脱します。これはもう驚きの逸脱です。そうですね、応募者さんがこういうことを時々やってくれますよね、これすごいですよ、ね、すごいすごい、大学の範囲までバリバリ持ってますね、うん、あの代数の話から、うん、あの物理の話とかまで、うん、もうバリバリ持ってます、うん、これよく出せたというか、うん、すごいですよ、面白いですね、これね、すごいね、これだってあの次第難関国立祭なんで、そうですね、副読本だけど新入試対応とかですね、これはまあこれ出た時の新入試だから最新の入試とは言えないけどね、微分方程式ってどうですか、だから後期入試とか、うん、はい、私立以来ですか、はい、出るとしたら、そうですね、後期にて、まあ今後期にてほとんどなくなってしまったんで、うん、まあ僕の時代だったら結構こういう微分方程式とか出たりしてたんですけど、まあ次第学部でちょっとまだ残っているぐらい、うんうん、けどまあ今はちょっと少なくなってますね、やっぱり、そうですね、うん、これはもうなかなかに、もういつ絶版になってもおかしくないこれなんか面白いですね、そうね、これでも一応応募者のホームページ見たらまだ売ってました、あ、はい、これはでもちょっと興味ある人はちょっと手に入れておいた方がいいかもしれないです、そうですね、はい、これは面白いです、はい、ということで、うん、応募者の数学標準問題成功、うん、結構網羅的に、見てきたんですけども、うん、東京出版の1対1対応の演習の、うん、代わりになるのかっていうと、うん、これはまあ若干微妙ですかね、うんうん、そうですね、そういう使い方はできないなとは思ったんですけど、うん、改めてあの中身をよく見ると、あ、こういう問題もあったのかということで、うん、あのちょっとあのちょっとこれだけ教えたいな、でも他の問題集に載ってないなっていう時にこれ使えるなっていうふうに、あの新たな発見をしたっていう感じがあります。そうですね、だから、うん、あの生徒さんが、個人で全部やろうとすると、うん、まあ、かなりの馬力を必要とするというか、うん、結構辛抱がいるような部分もあるかもしれませんけど、指導者の人が見て、うん、あ、これあのなかなか普通載ってないからやらせようっていうのには、うん、とてもいい感じがしましたね、うん、そうですね、まあ、それに九州大学とか結構そういう原理的な問題とか出されたりすることがあるんで、うん、あのそういう勉強にも使えるかもしれないですね、これは、うん、実際の例題に九大多かったですよね、うん、あ、そうなんですよ ね、 ということですので、うん、まあ、歴史のある、応募者の標準問題成功、うん、使いやすい面と、まあ、なかなか難しい面、キラリと光る面、いろいろあると思うんですけども、うん、興味があって、これこそ自分に合ってるなと思う方はぜひ手に取ってですね、うん、そうですね、取り組んでいただければというふうに思います。今日はここまでです。